山野井さん、日本の総理大臣は嘘を言っているの？小学生は真実を知りたいです。だけですね。さらに文ではこのようにも報道をされております。実際これを見てみるとですね、読み上げますが、先日 0.2% 実質賃金がプラスと報道されたときの日本経済新聞、実態はマイナスか、これもフリップ貼り、実態はマイナスか、0.2% 2年ぶり増ということだけれど、実態に近い参考値はマイナスになった公算が大きいと。つまり、政府の統計はもう信用されてないんですよ。大本営発表で、賃金が上がった上がったと安倍総理先頭におっしゃってるけれど、新聞でさえ、プラスと発表されてるけど、実態はマイナスですよ。こんな恥ずかしいこと、今までの歴史上、日本の国でありましたが、世界からも日本からも、賃金統計は信用されてないんです。それで、ここに書いてあります。昨年の参考値に基づく実質賃金の伸びを試算すると、マイナス 0.4% 程度になると。これ、日本経済新聞ですよ。それで、山野井さん、質問時間が終了しました。まずこれね、実際、多くの方々から統計が信用されなくなってるんです。そのきっかけを作ったのは、安倍総理が議長となる経済財政諮問会議なんです。ということは、何でしょう。その共通事業所のデータを発表させないと、実質賃金隠し、アベノミクス偽装と言われても、これは仕方ありませんよ。ぜひとも発表するということを最後にお約束ください。時間が終了いたします。